やっとメンテが開けたわけだが一体何時間メンテしてるんですかね。軽く6時間をやってる。こんばんは。はあ、6時間、まあ6時間ぐらいか。いや長かった。よし、というわけでね、スタミナも溢れてない、いい感じに溢れてないな。今回は歪んだ楽しみを初見でやっていきたいと思います。長級ですかね。長級じゃねえわ、上級か。やっていこう。スタミナ50も取られるんだな、これ。難しいんだろうか。どうしよっかな。よろしく。まあ結局これだよねっていう。仲間の出血を維持しないとヤモリが強くなるとか、そういう感じのことを書いてたような気がするな。ぐちゃみそにしてやる。フロアは2階だけか。そうだな、ちょっと最終フロアに行くまでにスキル貯めたいよねっていうのがあるよね。だからでもナキ倒したら多分次のフロア行っちゃうから、ナキを残しつつ奥のを倒そう。今のワンヒットであれだけ削れるから。行こう。あー、めんどくせえ配置だ。ナキ殴っとこうかな。ナキ一発殴っとくか。そこまで耐久力なかったりする。なるほど、回復させんのか。でも案外これ都合いいかもしれない。どうせ多分おひな様ひなみは言っちゃ悪いけど死ぬから。とりあえず上下のひなみ、自分のひなみとフレンドのひなみが死なないようにだけやってスキル貯めていこうかな。はい、安定の死亡。どうしよっかな。こっちかな。とりあえずナッキー以外を早めに倒してた方が良かったな。行こう。多分これで、グゲの方は死ぬかな。この角度きついか。あー残っ、やばい、余裕ぶっこいてたらもうそろそろやばいですよ。こっち行くか。先行きの、なんともねえな。行こう。届くかこれ。無理か無理か。あー無理っぽいな。よしよしよし。なんともねえな。行くよ。
どうしよう。自分のひなみが死にそうなんだけど。あと一発。まあいいか。待てよ、フクロウで倒せばひなみから入っちゃうのか、おひな様の。行こう。届かなさそう。あ、やらかし。まあいいや。だいぶボロクソのまま入っちゃうけど。あれだな、別に最初から狙っていってもスキルはたまりそうですね。と、ちょっと待って、ギリかするぐらいか。遠いな。どれぐらい入るかちょっと。まあ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 普通だな、ごく普通だった。2個が硬えのか。いやーでも出血うぜえ。あー、ヤモリに届かないから撃てないなこれ。よし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 、なんとか半分まで削ったけど、いけんのかこれ。よし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 。いやーきついな。出血を保持しろみたいな感じのことをテロップみたいなやつに書いてたから、どうなんだろう。出血が切れる、切れたら攻撃力アップでもすんのか。この角度うまいことね、なってくんないかな。やばし。オーケーオーケー。いやー、ちょい待って待って、危な。行こう。ちょっと俺の方のひなみがもう死にそうなんですけど、ここで壁枠使えるかな。オッケー、ギリギリ2個も入ってる。これワンチャンあるんじゃない。いや、あとちょっとじゃん。どうしよう、行こう。よしよし。ふう、というわけでね、2個は倒さずに終わってしまったんですけど、いいのかな。まあいつも通り最終フロアに入るまでにひなみの、リーダーとね、フレンドの、おい、リーダーとフレンドのひなみのスキルを貯めてやったんですけど、まあ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 安定ですね。やっぱりひなみは体力もあるしスキルもクソ強いんで、というわけで今回はね、初見で挑んでみました。歪んだ楽しみだっけ、わかんないんですけど。というわけでお疲れ様でした。またクリアしたパーティーなどをね、コメントにくれたら嬉しいです。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。なんだこの通信エラーは。